この世で一番愛するものは、アメリカのファンタジーテレビドラマ、ワンスアポンアタイムシリーズの第2話である。物語は架空の海沿いの街、メイン州のストーリーブルックで繰り広げられる。住人たちは、本当はいろいろなおとぎ話の登場人物であるが、強力な呪いにより、現実の世界へと連れてこられたのである。第二話では、レジーナのエマをストーリーブルックから追い出そうとする努力と、 どのようにして、魔法の森に呪いをかけたのかに焦点が当てられている。脚本は、エドワード・キッチイスト・アダム・ホロウィッツ、監督は、グレッグ・ビーマン。クリスティン・バウアーバン・ストラテンは土壇場にキャスティングされ、1959年公開の、眠れる森の美女のキャラクターであるマルフィセントを演じる、ことになった。この世で一番愛する者は、アメリカで、ABC スタジオにより、 2011年10月30日に放送された。1164万人に視聴され、18から49歳層の成績は3.9、10であった。レジーナはおとぎ話の本を見て、最後の数ページがないことに気がつく。レジーナはヘンリーに問いただすが、ヘンリーは古い本だから亡くなったのだと答えた。エマがヘンリーを連れて行こうとしていると思ったレジーナは、 エマに街を出ていくように促す。レジーナは、ローカル新聞、ストーリーブルックデイリーミラー紙の記者である、シドニーグラスにあったが、彼は、エマの過去にはほとんど興味を示さなかった。ヘンリーは、エマに小ラ作戦、という呪いを打ち破る計画があると伝える。まずは、誰にも記憶はないが、ストーリーブルックの住人とおとぎ話のキャラクターを、関連づけること。ヘンリーは疑うエマに、 エマは白雪姫とチャーミング王子の娘であると説明する。ヘンリーを心配したエマはセラピストのアーチー・ホッパーに会いに行く。アーチーが進んでヘンリーのファイルをエマに渡したのにもかかわらず盗まれたと主張しエマは逮捕される。レジーナはうまくいかずヘンリーとエマの間を引き裂こうとする。エマは仕返しにレジーナのリンゴの木をチェーンソーで切り倒す。 宿に戻ると、グラニーは申し訳なさそうに、エマを追い出した。レジーナはエマに平和的な解決のためオフィスでの話し合いを提案する。そこで、エマはレジーナに、ヘンリーを連れて行く気はないがヘンリーがおかしな、おとぎ話の話をするのは、正気なのか心配であると伝える。ヘンリーはこれを耳にし傷ついて走って行ってしまう。レジーナはちょうどその時間に、 ヘンリーが帰ってくることを知っていたのである。その後、エマは、呪いなんてありえないと思う。でも嘘であると思っているわけじゃない。呪いを解くため、レジーナに呪いなんて信じてないと思い込ませたと伝える。レジーナが、リンゴの木に向かっていると、ミスター・ゴールドが対価を払えば、エマを追い出す手伝いをすると申し出る。レジーナはこれ以上ゴールドに力を借りるつもりはないと、言う。ゴールドはヘンリーが、 養子になる際、手助けをしている。ゴールドはどうしてヘンリーという名前を付けたか尋ねたがレジーナは答えない。また、レジーナがエマの過去について尋ねるも同じように答えはしなかった。ゴールドが歩いていくと、レジーナは魔法の森での記憶があるのではないかという疑いの視線を向けた。白雪姫とチャーミング王子の結婚式で悪い女王は、 全員に恐ろしい呪いをかけると宣言する。女王は闇の呪いを交換した魔女マルフィセントの元を訪れる。マルフィセントは呪いを返すことを拒否するが、女王は力ずくで呪いの巻物を取り戻す。女王は魔女は唯一の友達であるとマルフィセントを生かしたままにした。その後、女王は悪者たちを魔法の森に集めた。女王は 呪いのため集まった悪者たちに髪の毛を出させ、女王の大切な馬の心臓を捧げたが、呪いは失敗に終わる。なぜ呪いが失敗したのか確かめるため、女王は呪いの元の持ち主であるルンペルシティルツキンを訪ねる。ルンペルシティルツキンは新しい世界で金持ちの権力者にして、女王に頼むといえば従うようにするならば助けると提案する。女王は新しい世界では、 そんな約束の記憶はないだろうとそれに同意した。ルンペルシュティルツキンは女王の最も愛する者の心臓をえぐり出し呪いに使わなければ呪いは成功しないと伝える。女王は最も愛する者は白雪姫のせいで死んだというが、ルンペルシュティルツキンはこの世で一番愛する者は他にいるだろうという。そして白雪姫とチャーミング王子の子供は、 将来女王の呪いを破ることができると伝える。女王は城に戻ると、ルンペルシティルツキンが言った内容に取り乱した。女王は、側用人である父を信頼していた。彼こそが、最も愛する人であることを知っていた。女王の父はまた愛を見つけることはできると計画をやめるように説得した。女王は説得されたかのように見せ父を抱きしめたところで、父の心臓を掴み出した。 魔法の森でたった一人、父の心臓を持ち、呪いを完成させた。呪いがうまくいくと、女王は、父の墓に黒いバラを捧げた。墓石には、ヘンリー、愛する父と刻まれていた。物語の始まりと同様にこの世で一番愛する、ものはシリーズ共同制作者であるエドワード・キッツィスと、アダム・ホロウィッツが脚本を書いた。監督は、グレッグ・ビーマン。2話では、 エマとレジーナの自分こそがヘンリーにとって何が一番良いか分かっていると信じているという対立に焦点を当てている。テレビのインタビューでラナパリラはこの話でレジーナ、悪い女王の弱い一面を見ることになるだろうと答えている。さらに続けて次のように述べた。私が見せたいのは白雪姫への憎悪ではなく、それがどこから来ているのか。それはほとんど描かれてはいません。 それが、キャラクターの弱さになっている。これから、先、彼女の過去を知ることになるでしょう。そして、彼女の弱さに触れることになるでしょう。レジーナの悩みであるヘンリーとの関係性について、ラーナ・パリラはこう述べた。彼女の心は冷たいのかもしれない。けれど、私は、彼女が、本当は、純粋に、彼女の息子と愛しているのだと思う。 ヘンリーのことを養子ではなく本当の子供だと思っている。クリスティン・バウアーバンストラテン2011年9月、ハリウッドリポーターは、クリスティン・バウアーバンストラテンが1959年のアニメーション映画、眠れる森の美女のキャラクターであるマレフィセント役でゲスト出演すると報じた。土壇場でキャスティングされたため、準備期間が短くなってしまい、より本能的な演技になったと感じた。 マレフィセンとは、悪い女王の友であり的である。この世で一番愛するものは初めて、メアリー・マーガレットのロフトが映し出された話である。シーズン1の屋内のシーンのほとんどは同様の場所で、撮影され、屋外のシーンは、スティーブ・ストーンで撮影された。セット監督のマーグレーンとデザイナーのマイケル・ジョイ、率いる制作チームは、時間が止まっている街と感じるように新しいものは、 あまりないように街並みを作った。また、古いガススートブなどの骨董品も用意した。ロフトは、店の上にあり、製材所や水辺に近いことから、サーモン缶詰工場のような雰囲気にデザインした。2話は2011年10月30日に放送され1164万人が視聴した。18から49歳層の評価は3.9ポイントであった。1話の10分の1であったが、 その時間帯では良い方であった。同時間帯ではフットボールと他のドラマに続き3位となったがシンプソンズと接戦であった。11月3日、ABC はシリーズ第2話のこの世で一番愛するものの成功にある程度基づいてすべての話を作るようにした。カナダでは144万人が視聴した。第2話はテレビ批評家から良い評価設けた。 イグンのエーミー・ラトクリフでは、10点中7.5点の評価を得て、印象的ではないが悪くはないと表現された。特殊効果とストーリー展開は、楽しく面白いが、興味はそそらないと評価された。ラトクリフは、エマとレジーナのやりとりは楽しめたが、レジーナの業種に耐えられない、リンゴは、貴重とコメントした。シンディ・マクレナンはこの話を A、A マイナスと評価した。 クリスティン・バウアー・アバンストラテンの演技を機に、入り、より激しい登場を望んだ。シャウナ・マーフィーは1話より面白かったと評価した。オリバー・サバは1話同様に内容が重すぎるなどの問題があると批判した。加えて、サバは、クリスティン・バウアー・アバンストラテンは、ミスキャスティングで、ジャレット・エス・ギルモアの演技が好みではないが、ジャンカルロ・エスポジートの演技は、賞賛に値すると述べ、 C 評価をつけた。クリスティーン・ウォーランドは5点中4.6点をつけた。セットのデザインやエマとレジーナの争いを評価し、一番好きなシーンはエマがレジーナのお気に入りのリンゴの木をチェーンソーで切り倒すシーンであると述べた。ありがとうございます。